宮田和人のミヤチャンネルへようこそ。はい、今日ご紹介するのが TP リンクさん。はい、またまたで、今回はですね、DM で買った後に、TP リンクさんから DM で商品提供するので、商品紹介してくれませんかっていう DM が来てました。はい、先に自腹で買ってしまいました。はい、ですね、タポ L900-5 -92A5-5、スマート Wi-Fi テープライトということで、まあ、LED のテープになります。はい、まあ、この、ね、パッケージに書いてる通りです。まあ、これは白なのかな、青なのかな、ですけども、いろんな色ができますという感じで、でだいぶ前に、デスクの後ろにね LED のテープを貼って、パリピ仕様だっつって、ブログと動画、アップしてます。概要欄貼っとこうかな。はい、すいません、よろしくお願いいたします。で、なんでこれにしたかっていうと、なんて言ったらいいんでしょう、 LED のチップの RGB の一つがなんかちょっとね焼けてる感じっていうんですかね。で、色がちゃんと出なくなってきてる、うん、ですよ、うん、だったんです日本語おかしいですよ。で、いやどうしようかな、買い替えようかなとかっていろいろ考えてる時に、まあ、これが発売しますよっていう、まあ、先行のね、なんていうでしょう、お知らせが出たので、あ、じゃあもう出たら買おうと思って予約の段階でもうすぐポチッとして、で、数日前に届きました。はい、でちなみに3つ3パック買いました。で実はもう1つはこれなんですけども、まあ、ブログ用にちょっと開けて、ちょっと撮ったのと、もう1つはですね、今日の日中いろいろ掃除とかちょっとしてたんですけれども、そのタイミングで前のやつを外して付け替えて、ちょっと光るようにもうテストして、1個つけてます。でもう1個はまだ未開封という感じになっております。はい、まあまあ、で何でしょう、まあ、マルチカラー調光かのスケジュール&タイマー、スケジュールを組むと、まあ、お出かけしてたり、お出かけモードっては別にあるのか、お出かけモードをオンオフを、すると不在の時でも、まあ、光って、留守だっていうのがバレないようにできるよっていうのと、スケジュールとタイマーはお好みの色明るさで、好きな時間にオンオフが設定可能と。あ、これちょっと別なんですね。はい、あとはプリセット、映画鑑賞とか食事にぴったりな設定を見つけて保存すればお部屋の雰囲気をすぐに切り替えて楽しめます。アプリの中にも何種類だろう、9種類もっとあったかな、あって、それをクリックするとその色になったり、ランダムに色が変わったり、フラッシュになったり、雷とかっていうのもありましたね。こうピカ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 とかって言ってね、あと雨とかつって、ちょっとなんでしょう、日中の薄曇りの中ちょっとどんよりした感じの何とも言えない光でこうボワーンとしたり、うん、そんなこともできるようになっておりました。はい、でハブは不要、ですね、ちっちゃいスイッチ、まあ後でさっさと開けるって話なんですけど、スイッチみたいなやつに Wi-Fi が入っているので、まあまあいつも通り、あの TP リンクさんのアプリから設定するともう電源さした段階で飛んでるので、もうそのまんまタップしていけばいつも通り、あの iPhone の中にコピューがシャーンって入ってくるっていうね、いつもの可愛いアニメーションで即登録可能という感じです。で明るく長持ち、25,000時間、うん、でこれさっき見てたら3年保証になってます。そうですね、3年保証です。はい、というわけで3年も保証してくれております。2100カンデラ、違う、マイクロカンデラ、違いますね、2100ミニカンデラですね。マイクロカンデラってなんだ、 MCD ミニカンデラになっております。で、後ろに貼ってる両面テープは 3M、 前使ってたやつはちょっとねクッション性のある、素材の両面テープだったんですけども、ここの TP リンクさんのやつはもう本当に薄いタイプなので、壁とか凹凸があるところにつけようと思うと、多分僕が前に使ってたちょっとだけ厚みのあるクッション性のあるやつの方が貼り付きやすいかなっていう感じがしました。はい、ただもう僕机の後ろの側面にあのつるっとしたところに貼ってるので、全然そのままペタペタと、貼れましたよという感じです。あとは音声コントロール、そうそう、いつも通りね、Google アシスタント、Amazon の Alexa でね、例えば Alexa 電気つけてとかっていうと LED で、電気がつくようになっております。はい、うん、あとアプリでコントロール、アプリはコントロール、これね、あ、ちょっと面白そうだなと思ったのが自動でコントロールっていうのがあって、
タポで人感センサーみたいなセンサーが出てるんですね。そのセンサーを例えばこうベッドの足元に置いといて、でベッドの下の隙間にこれを仕込ませとけば、夜ねトイレ行くときにこう足を下ろした瞬間に人感センサーに反応して、仕込んでるこのテープが光ってくれるとかっていう風にすることもできるそうなんですが、タポセンサーは日本未発売という感じになってるので、TP リンクさんこの辺も日本で発売していただければ嬉しい限りでございます。はい、あと手軽にコントロールということで、コントロール四角い、さっき言ってた白い、ところに丸いボタンがあって、それでもコントロールできますよっていう感じですね。はい、まあまあ LED テープなのでそんな感じかなということで、ざっくりなんですけども開けてお見せしたいと思います。はい、というわけで、この場所から、場所も移動せず、2カメでお送りしようかなと思っております。はい、ということで、ですね、録音物としては説明書、はい、説明書、はい、そして AC 電源、電源見えますか、はい、電源です。そしてこれがね、さっき言ってた白いコントローラーってやつですね。はい、こんな感じです。真ん中にボタンがついてます。はい、でここの上、これが 電源のね AC つけるとこ、逆側が LED の A テープをつけるとこ、そして本体の LED、 これもねちゃんと袋に入っております。ブログ用にいろいろ開封しちゃってるので、ここにねちゃんと元々の袋が入ってますけども、同梱物はこんな感じかな。はい、で 3M の両面テープも入ってましたね。 3M の両面テープが入っております。これちょうど四角くなってて、この後ろも四角くなってて、ここに貼って、まあ、どっかにこう留めておきますよっていう感じですね。はい、で、TP リンクさんの LED テープ本体という感じになってます。でここがコネクタで、ここの先コネクタなので挿して、ここ挿してっていうだけです。はい、であとはもうアプリを起動してタポですね。ここにも書いてますけども、タポ家のマーク、まあ、TP リンクさんの最近の商品使ってる方であればもうこれ入ってると思うので、ネットワークカメラとかの、使ってもらえればそれで大丈夫です。はい、そうすると、まあ、そのままなんですけども、もうさっきちょっと設定したんですけども、LED のライトが点滅してるので、その点滅してる間にこうしてください、ああしてくださいってアプリでサクサク進んでいくと、このライトのやつがiPhone の画面上で iPhone にシャキンって入って、完成って、すごく簡単、というわけでもうつけたので、ちょっと汚いんですけども事務所の方に移動して、こんな感じですっていうのをお見せしたいと思います。はい、ということで、事務所の方に戻ってまいりました。戻ってまいりました。いつもここで作業してるんで戻ってきました感なんですけども、アプリタポ、いつも通りもう見えないですね。タポのアプリを立ち上げて、間接照明がもう登録されているので、もうここでもオンオフできます。もちろんあここで喋っちゃうと反応する。ちょっと待ってね。よし、ミュートアレクサをミュートしました。アレクサって言っちゃうと反応しちゃうのであれですけども、例えば、間接照明という名前を、つけてるので、アレクサ間接照明つけてって喋るだけで、アレクサからつけることも可能です。はい、で今は、TP リンクさんのアプリからつけます、ね、ここでピッてやるとこんな感じで、つきます。でここでもこう何でしょう、明るさをいろいろ調節できるという感じですね。ここでも色も変えれます。変わったかな、ね、変わっております。でこの中にエフェクトもありまして、カラーもあって、エフェクトが16個入っております。はい、でまあ色が変わるのは分かったので、皆さんにちょっとエフェクトをお見せしようと思うので、電気を消してこようかな。よしよいしょ。1インチセンサーなんでね、あんまり暗いところ得意ではないんですけれども、分かりやすいところでいくと稲妻、こんな感じです。これ稲妻エフェクトです。どうでしょう。あとね、いろいろあるんですよ。レインボーとかバレンタインとかね、春とか、ホラー、こちらホラーになっております。どうでしょう。バイオハザードの映画とかゲームをしながら後ろこんな感じでやると、だいぶこう雰囲気が出るんじゃないでしょうか。
で、これ多分和訳の違いだと思いますけど、フラッシュって書いてるところの上がろうそくの絵になってるので、あのろうそくっぽい感じ、これ画像で伝わるかな、あのろうそくがこうほのかに明るくなったり暗くなったり、こうふわ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 する感じが結構ね表現されております。ろうそくよりはちょっと黄色い感じかな、もうちょっとオレンジでも、いいかもしれませんね、うん、オーシャンとか、あこれ雨粒なんかね、こういうエフェクトがいろいろ入っております。レインボー、これはもう徐々に色がひたすら変わっていくっていう感じなのかな、こんな感じですね。はい、いかがだったでしょうか。 ATP リンクさんのタポシリーズ L900 スマート Wi-Fi テープライトでございました、はい、ね、これ取り付け風景とかを、ね、撮るといいんでしょうけども、後ろ配線ごちゃごちゃでね、非常に作業をしている風景を見せるにはしのぎないということで、ちょっと日中の掃除してるタイミングで付け替えてしまったのであれなんですけども、ね、テープ自体は、一切コーティングがないので、LED のチップとかは剥き出しです。触るとこうザラザラしてます。あの、なんていうんでしょう、ビニールみたいなこうふわっとなんかこうコーティングされてる、ちょっと防水というか防滴仕様ではなっておりません。はい、なので引っかかったりしないようにお気をつけください。はい、うん、そのくらいでしょうかね。あ、そう、あとアプリが、Alexa との連動がね、ちょっとややこしくてだいぶ手こずりましたね。はい、で今、前使ってるやつがね2本使ってるんですけども、1本を切ってもう1本残したまま、今違うメーカー同士で2本ついてるんですけども、同じ、掛け声というか呼び方で両方つくはずなんですけども、間接照明つけてって言っても前の既存のやつはついてくれるんですけども、 TP リンクさんの方がちょっとついてくれないので、ちょっと前のやつを全部外してちょっと一回やり直してみないとダメだなっていう感じが今しております。はい、うん、なのでちょっと今アレクサ仕様にはなってないという感じですね。はい、ただアレクサに部屋中の電気を全部消すっていう、なんでしょう、処理というかは認識してくれるので、それに関しては全部電気消えるんですけど、間接照明が同時についてくれないっていうね、ちょっと不便だなっていうので、この辺はちょっと検証しなきゃなりませんけども、明るくなって安定したので良かったなと、うん、でさらに3年保証という感じで、Amazon さんで、あ、俺ちょうど12月27日に買ったんですね、年末の忙しい時にこれ購入したんだ。はい、到着したのは11月15日らしいんですけども、3250円で Amazon さんで発売しております。その辺も下に貼っておきますので、ご興味のある方は見てみてください。はい、ね、1本はつきましたけど残り2本あるので、後々ちょっとひまひま見ながら設置していきたいなと思っております。というわけで、TP リンクさんのスマート何 Wi-Fi テープライト、スマート Wi-Fi テープライトのご紹介でございました。それでは。